トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。5月19日日曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は曇り、昨日一昨日と晴れのいい天気の日が続きましたので、そろそろ下り坂、雲の多い朝になってます。ただまだ雲の厚さはそれほど厚くないので、雨の降る心配はなさそうです。今日の車外は遠征に行かず、できれば旧車の周りで飛んで降りてきてくれればいいなと思います。出社口を開けまして外へ出てきました。何羽かはもうすぐパタパタっと飛び上がったんですけども、多くの鳩はまだのんびり、これから外に出てくるところです。やっと少しずつ動き始めましたね。お、飛び出してきた。飛び出したのは20羽ぐらいですね。まだ多くの鳥は厩舎の中、厩舎の屋根の上にいます。先に飛び上がった鳩が厩舎のそばに来た段階、もしくはしばらくしましたら、今飛んでいない鳥も飛び上がるんじゃないかなと思います。先に飛び上がった鳩は上空に上がりながら、なかなかいい飛び方をし始めました。5時40分になりました。まだ飛び上がっていない鳩たちです。正鳩と一番子でも速攻10羽ぐらいですかね、飛び上がってないのは。こちらは上空飛び上がった鳩です。割と高いところを元気よく飛び回り始めてます。屋根の上にいる鳩たちも早く飛び上がって、この集団と一緒になって飛んでくれればいいんですけども、どうも先ほどの鳩たちはこの集団には混じらないですね。この鳩たちもだいぶ高いところ飛んでますので、屋根の上の鳩たちに対する影響力はほとんどないですね。やはり今年の若葉とも一生懸命飛んでくれるこのグループと、あまり飛びたがらないグループと、2つに分かれたようです。ただいまの時刻は6時20分になります。今ここに飛んでいる鳥は遠征に行かなかった鳩たちです。6時ごろ多くの鳩は遠征に行ったんですけども、この今飛んでいる鳩は屋根の上にいまして、その遠征の鳥についていけなかった鳩たちです。5分ぐらい前から飛び始めてるんですけども、なんかだいぶ飛翔速度も落ちてきましたし、そろそろ屋根の上に降りていくんじゃないかなと思います。遠征組はまだ帰ってきてません。20分間姿見えない、どこへ行ったのかななんて思ってます。お、降りてきましたね。6時半ごろ遠征に行った鳩が戻ってきました。遠征帰りの鳩が厩舎の周り、くるくる飛んでいましたら、屋根の上で休んでいた鳩が飛び上がって、今一緒の飛翔になってます。正鳩はもうみんな厩舎の中に入ってしまいましたので、今飛んでるのは若葉鳥だけですね。車外直後からずっと飛んでる鳥もいますし、飛んだり降りたりしてる鳥もいますので、飛翔時間みんなこう揃ってはいないんですけども、一番長く飛んでる鳥はもうここまでで50分の飛翔ですね。今日も元気よく飛び回ってます。まだ降りてきそうでないですね。なんかダラ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 こう飛んでるんですけども、これが今うちの若葉との飛び方ですね。このダラダラ飛翔でなかなか降りてこないと、トレーニングにはならないですね。訓練が終わるまでは準備期間と考えて、あまり遠征に行かず、あまり飛びすぎないで、厩舎の周りぐるぐる旋回でいいななんて思ってます。ただいまの時間は6時55分を過ぎたところです。鳩は連続して飛んでる鳩もいますけども、飛んだり降りたりしてる鳩もいるということで、飛翔時間何時間ということは言えないと思うんですけども、車外開始して飛び始めてから1時間と15分が経過しました。
それでもこれだけの端数が今飛び回ってます。わ、降りてきそうだな。なんかさっきから降りてきそうで降りてこないんですよね。もう降りてきてもいいよと言ってるんですけども、まだみたいです。ただいまの時間は7時になりました。鳩がポツポツ降り始めました。車外開始から80分でなんとなく降りてきそうな気配になってます。おい、こいつ電線止まるんですね、この背後の差し、うん、悪い習慣を持ってる鳩が今年の若鳩にはいるようですね。電線には止まってほしくないな。それともどっか遠征行った時によその厩舎のそばの電線に止まった経験があるのかな。若い時から遠征行ってますんで、もしかしたらそんな寄り道の泊まり木の場所を覚えてしまったのかもしれないですね。まあ、ブツブツ言ってるうちに鳩が降りてきたようです。また飛び上がっちゃうと困りますから、呼び込んで今日の社外を終了します。今日の社外は若鳩20羽ぐらいが北東の方向ですね、こちらへ向かって遠征に行って戻ってきたのは30分後。特に他厩舎の鳥は連れてきませんでしたし、単独で遠征というのはいいですね。他厩舎と混じらなければそれだけ失踪する確率も減るなと思ってます。今日も飛翔時間はそこそこ長かったんですけども、混乱なく社外を終えることができました。昨日東京西区連盟で役員会がありまして、東京西区連盟の大花賞と稚内1100キロの総合序列が決まりました。明日掲載したいと思いますのでご覧いただければ幸いです。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。またお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。